さあ始まりましたワンキャリ企業ラボ。この番組はさまざまな企業を徹底的に分析し、その魅力に迫っていく、そんな番組になっています。今回の企業は JR 西日本さんです。1日500万人以上のお客様が利用する鉄道を中心とする鉄道サービスだけではなくて、幅広い事業を展開されています。この後詳しくお伺いします。では改めて今回のゲストをご紹介しましょう。 JR 西日本から姫田さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいですか。はい、ありがとうございます。私は JR 西日本で人材戦略部というところで採用担当しております姫田と申します。入社は2019年で、現在5年目の社員になっております。で、私たちの会社では採用の時に系統っていうのがあるんですが、私は事務創造系というところで採用されております。今まではですね、駅係員の経験もありますし、その後車掌の経験もありまして、鉄道の現場で経験を積んできました。で、その後駅支援課というところで設備担当を経験した後、人事の仕事にやってきまして、今は採用を経験しているというところでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ここからはさらにいろいろと深掘ってお話を伺っていきます。では早速今回のトークテーマ見てみましょう。こちらです。このような5つの質問をご用意いたしました。上から順に伺っていきます。1つ目の質問はこちらです。鉄道で社会を支える醍醐味について伺いたいと思います。鉄道で社会を支える醍醐味、教えてください。ありがとうございます。鉄道で社会を支える醍醐味は、私が最終的に当社に決めた理由でもあるんですけども、はい、本当に人々の生活を近くで支えながら、プラスアルファ豊かさとか、はい、楽しみとか便利さとか、そういったところを提供できるところかなと思っています。多分学生の皆さんも鉄道をご利用いただく中で、通勤通学で使っていますという方多いと思うんですけど、そういった日常の足でありながら、通勤通学の途中で例えば駅中でコンビニで買い物ができる便利さであったりとか、あとは新幹線とかですね、特急列車を使って観光とか帰省とか特別な楽しみに出かけることもできるとか、そういったところが魅力かなと思っています。はい、その鉄道を通してでは地域と関わる面白さ、醍醐味はどんなところになると思いますか。そうですね、それは良くも悪くもだと思うんですけど、はい、やっぱり鉄道って地域に根ざしたもので、その地域から逃れることができないんですよね。はい、なのでその地域に責任を持って自治体さんと一緒に地域の未来を考えるということができるのはすごくいいところかなと思ってます。はい、姫田さんも実際にその現場にいらっしゃった時に感じた地域とのつながり、どんなものがありますか。そうですね、私が駅で働いていた時にはちびっこイベントみたいなのを企画していました。はい、で、そこではちびっこってやっぱり鉄道ってなんかこう面白いものだと思ってくれるのか、はい、結構興味を引くものなんですけど、うん、駅員さんのこう真似ができる制服をちっちゃいのを用意して着ていただけるようなイベントを企画したりだとか、はい、あとは駅員さんになりきれるっていうことで、はい、ちっちゃなこう名札を作れるようなイベントを行ったりとかしていて、本当に地域のそこで住まれている方々と駅とがこう一緒になっているというか、うん、やっぱり駅ってその地域にとってのこう玄関口じゃないですけど、はい、出ていく時も使うし帰ってくる時も使うっていう窓口になっているかなと思うので、うん、そういったところで地域の方々と交流を持てるっていうのがすごい楽しい経験だったなと思ってます。その入社する前に想像していた地域のつながりよりもどうですか、うん、濃かったですか、それも想像通りでした。そうですね、濃かったです。私は地域とのつながりっていうと、なんとなくこう事業に直結したものしかやっぱり外から見ると、はい、感じることができなくて、うん、例えばこう一緒にこうブランドがついたお魚の開発してますよねとか、そういったイメージはあったんですけど、本当にこんな小さな単位でもといいますか、うん、各職場単位で地域との関わりがある会社ですし、はい、まあ、地域の方々からもそのように期待をしていただいている会社なんだなということを感じることができました。うん、はい、そしてその支えるというお話がね、うん、先ほどから出ていますけれども、支える方法や手段というのは、うんうん、時代とともに変化しているとお感じになりますか。それはすごく感じます。特にコロナを経てそう思いましたね。はい、
社会全体でコロナを経て、デジタル化がすごく進捗したということがあるかなと思うんですけれども、当社がもともと得意としてきた支えるっていう形は、人と人をこうリアルで鉄道によってお運びをしてつなぐとか、人と物をリアルの店舗でおつなぎするとか、そういったところを得意としてきた会社だったんですけれども、これからはそれをリアルだけではなくてデジタルも使って、つないでいこうとしている会社に今まさに生まれ変わろうとしているところですので、はい、本当につなぎ方とか取り組み方も変わってくるかなと思っています。そこへのこう対応はどうですか、スピード感というのはどんなふうに感じですか。いや本当にそうですね、スピード感やっぱりあるなと思います。コロナを経てそれがこう見え方としてはこう表出化というか外に出てきたっていうのがやっぱりコロナのタイミングだったのかなとは思いますけれども、はい、ただその前からしっかり準備してきたものがあって、それがだんだん形になってきたっていうのがコロナのタイミングだったのかなと思いますね。ありがとうございます。では続いての質問に参りましょう。続いてはこちらです。インフラは支えるものというイメージですが、こう作る側面もあるというのが先ほどの企業スライドでも分かりました、では JR 西日本が作る事業や社会ってどんなものなのか教えてください。ありがとうございます。当社が今、目標として掲げている長期ビジョンとか、中期経営計画の中でも述べられていることなんですけれども、はい、私たちは、鉄道会社でありながらも会社としてどんな社会を作っていきたいのかというのを定義しております、はい、その中では